もう公開されてる。夕方になると思って夜更かししてぐっすり寝たろうって思ってたのに朝7時に投稿されてるやん。めっちゃ出遅れた。まあでもまあそんなに早くからね、動画出すってことはよほど自信があると見た。わかりました。ちょっと今から初見で見ていきます。神作品です。はい、 いやとんでもない作ってくれはりましたな、つぶらやさんよ。こんなん見せられたら7月まで我慢できるわけないじゃないですか。どうしてくれるんですか。とりあえず明日一旦間違えてちょっと第一話公開してみないか。俺が責任取るから一旦間違えてでいいからちょっと公開してみないか。そんだけ俺は早く見たい。てか本当に寝起きてテンションおかしいけどもっとおかしくなって今なんかもう体が熱い。多分気温が熱いからかもしれんけどほんまになんか期待値が今めっちゃ上がってる。はい、ということで一旦ね冷静になりました。詳しい情報はねこのつぶらやプロさんの、まあ、サイトの方で出ているということでまぁ、ちょっとねゆっくり見ていこうかなと思います。あ、申し遅れました。僕の名前はアランです。以後お見知りおきよ。まあ、そんなことは置いといて早速見ていこうぜ。新テレビシリーズウルトラマンブレザー、2023年7月8日土曜日朝9時放送スタート。ウルトラシリーズ初変身する主人公は隊長ということでねポスターも出てます。俺が行くっていうね、はい、かっこいいねこのポスター。ちょっといろいろ触れたいけどまあ多分この下とか行ったら詳しく出てくるだろうからその時にちょっと触れましょうか。世界的な怪獣災害の発生を受けて、世界各国は地球の内外から攻めてくる怪獣や地球外生命体に対処すべく966年に地球防衛隊 GGF を設立していた。1966年って初代ウルトラマンの年じゃない？ちょっと違ってたらごめんやけど、自然破壊や温暖化が急激に進む現在、ある夜宇宙攻殻怪獣バザンガが出現。地球防衛隊の掃討作戦は難航し、イルマゲント率いる特殊部隊が、絶体絶命の危機に陥る。その時まばゆい光とともに謎の巨人が降臨。何十年も前から宇宙飛行士たちの間で噂されていた、未確認大型宇宙人、コードネームウルトラマンだ。その後司令部に呼び出されたゲントは突如ある任務を言い渡される。それは密かに組織されていた特殊怪獣対応分遣隊、これが言ってたやつか、スカードの隊長就任。怪獣型の主力巨大メカアースガロンを狩り、怪獣災害に立ち向かう特殊部隊の指揮。それと同等にバザンガの戦いで出現したウルトラマンが排除すべき敵なのかを調べる任を命ぜられたゲントの脳裏に、遥か遠くの銀河、ブレイザーのまばゆい光の記憶がきらめく。俺が行く。ウルトラマンブレイザーの光に包まれたゲント隊長は今、組織されたばかりのスカードに配属された。個性豊かな隊員たちと共に、確かな勇気と揺るがぬ正義を胸とポケットに忍ばせ、怪獣たちとの新たな戦いの日々へと身を投じる。クソおもろそう。あれやな、1966年からこの地球防衛隊があるってことはこの時代的に2023年が舞台だとしたらもうなんだろう、怪獣が出てきて当たり前の世界なんかな。このバザンガっていうやつはあれかな、その PV に映ってたやつかな。なんか全体像はまだはっきりとわからんかったけど、なんか俺好みのトゲトゲしい怪獣だったから活躍をちょっと期待するよ。で、新ヒーローウルトラマンブレイザー、主人公ヒルマゲントが変身する新たなウルトラマン。地球から遥か彼方の天体 M421 からやってきた機械の巨人ゲントが正義のために強く力を欲したとき、変身アイテム、ブレイザーブレスが左腕に出現する。機械の力を利用した結晶体、ブレイザーストーンに強く願いを込めながら、ブレイザーブレスに装填すると、まばゆい光を放ちながら、ウルトラマンブレザーへと変身を遂げる。で、必殺技は左手から発生された光り輝く二重螺旋状の槍を投擲する。光線技、スパイラルバレード。おー。PV で持ってたのサインポールじゃなくて、二重螺旋状の槍のね、あれね、はい。なんかウルトラマンと槍って親和性あるというか、なんかウルトラマン槍持ってたら普通に映えるんよな、銀河で思ったけど。それが、なんか必殺技になるっていうのはちょっと嬉しいね。てか、
あれなんやな、 M421 ってどこ、実在するところなのかしら、それとも架空のものなんかな。てか M421 だから4月21日に公開したってこと PV を。洒落たことするようになったね、つぶらやさん。そういうの好きよ。でこれがあれか、変身アイテム、ブレーザーブレスがこ、左のやつで、ブレーザーストーンがこれか、右のやつ。なんかベイブレードにこういうのあったよな。こんな感じなんやな。なんかあれやな、その PV でもそうやけど、タイプチェンジとかにあんまさ触れられんかったから、そういうのはないんかな、これだけ。でもこういうタイプのやつってさ、なんだかんだ歴代のやつさ出てくるよな。ガチャガチャとかで絶対売られるよな。なんかそういうのを駆使するわけではないんかな。最近はさ、こう、まあ、リメイク的なあれだったりとか、先輩後輩とか、あとね、お借りしたりお借りされたりみたいなね、ウルトラマン多かったけど、なんか今回のブレイザーはそういう気配があんまりないね。デザインもなんか今までにない感じやし、すごいよな、この片方だけとか、左側か、すごいな。右側が逆にでもね、ちょっと地味な感じというか、カオスロイドみたいになってるけど、なんかあれやな、その血管みたい、この、まあ、ウルトラマンのさ、この心臓とも言えるこうカラータイマーからさ、こう赤と青のラインが出てるから、なんか動脈と静脈みたいな感じのデザインやな。まあ強化形態とかもなく、このまま最後まで行く可能性も十分あるね。はい。お、来た。特殊怪獣対応文献体スカードが使う主力巨大兵器、二足歩行怪獣型で近接戦闘モードにも対応。特戦獣の正式名称は23式特殊戦術機構銃。機長と操縦士の2名が登場し、口から放つ火電粒子砲アースファイヤーや両手のアースガン、鬼はミサイルを垂直発射するテイル VLS 等の装備を持つ。身長50メートル、体重2万5000トン。おー。キリュウ。ちょっと今ね、キリュウっていうワードを出てしまったけど、なんか、よくよく見たらちょっとなんだったっけ、あれあれあれ。グランセイザーの、なんか、こういうのあったよな。知ってるみんな、グランセイザー。もしかしたら知らんかったら僕ちょっと調べてほしいんやけど、なんかこういうの出てくるのよ。こういうやつが。ね。なんかそれにちょっと近いフォルムというか。てか、この色はいいな。派手すぎない感じがいいわ。でもアースガロンさ、なんかちょっと目優しくない？ちょっと目優しいな。なんか、柴犬みたいで。なんかマスコット枠も兼ねつつ、多分かっこいい戦いもするんだろうな、これは。まあ、アースガロン多分セブンガー並みに多分人気出るでしょうね、これは。早く動いているところを見せておくれ。そして、主人公のヒルマゲント、ウルトラマンブレイザーに変身して怪獣と戦う本作の主人公、30歳。特殊怪獣対応文献隊スカードの隊長で、同い年の妻と7歳の息子を持つ、かの父でもある。もともと地球防衛隊で少数精鋭の特殊部隊を率いていたが、宇宙降格怪獣バザンガとの戦いで、初めて地球にウルトラマンブレイザーが姿を現した直後、その存在すら知られていなかったスカードの隊長に任命され、まだ見ぬ隊員たちと共に新しい部隊を組織していく。口癖は俺が行く。夜かな。人間とウルトラマン、人類と怪獣、宇宙人、部下と上官、家族と仕事を様々な関係性の中で葛藤しながら、確かな勇気、揺るがん正義を胸に怪獣たちへと立ち向かう。すごいな、なんか。30歳で、妻子持ちで隊長やって、ウルトラマンっていう。すごいな、これはなんかあれやな、ちびっこと一緒に見てるお父さん大歓喜なんじゃないか、ね、そういう視点あると思うな。なんかここをね、この部下と上官、家族と仕事っていうね、もうこの辺とかってさ、もうなんか誰しもにさ当てはまる要素でもあるよな。 ここを除いて、こっちはちょっとないけど、こっちはないけどさ、こっちはさ、もういずれ当てはまるというかね、もうほとんどの人が多分当てはまるし、なんか上の方にも書いてたよな、その、と読んでなかったんですけど、本作のね、まあ、テーマ、このコミュニケーションっていう風にね、書かれてて、なんかね、PV を見た感じだったら、結構こう、リアル重視で、ちょっと暗い感じになるんかなっていう感じしたんですけど、
なんかここを読んでる感じだったらなんかね、コミュニケーションで、まあ対話とかそういうのも結構重要視というか、そこがなんかメインになるような感じにも書かれてるし、ね、ハートフルヒューマンドラマって書いてるから、意外とさ、その、なんだろうな、近いんで言ったらネクサスとかなのかな、まあ映画のウルトラマンとかもそうやけど、ああいう感じなんかなっていう予想してたんだけど、なんかそういう感じでもなさそう。まあそういう雰囲気の中で、その、まあウルトラマン Z とか、そういう感じのちょっと緩い感じとかが入ってきて、いい感じになるのかな？もしかしたら。ね。隊員たちと共にって書いてるから、まあなんか優秀な人材をどんどんスカウトしていって、組織をでかくするみたいな話にもなりそうな感じがするね。うん。てか思ったよりなんか、中間管理職ウルトラマンやな、ほんまに。これなんか今までになくて、すごい楽しそうやな。うん、まあこの昼間ゲントがどういう風に立ち回っていくんだろうな。だからこれ前のウルトラマンって結局さ、こういう、まあ、変身するのがこの新米の隊員で、なんかこう、どっちかって言ったら隊長とかってさ、こう、主人公に助言を与えて、主人公が成長するみたいなさ、流れがよくあったと思うんやけど、今度はさ、もう、隊長がウルトラマンになるし、ね、その、まあ、どっちかってその、新しく入ってきた隊員たちに、まあ、助言をする立場でもあるわけじゃないですか。まあ、その辺の多分コミュニケーションの苦悩とかが、ね、描かれるんでしょうね。この、多分こう、部下とはね、あんまりうまくいかず、まあ、上からはいろいろ言われ、みたいなね、感じ、になる、ならんと思うけど、多分それを、まあ、こういうコミュニケーションとかで、まあ、どんどん、さ、いい方に持っていくっていう話でもあるんだろうし、この、まあ、子供もいるわけですからね、この人、7歳の息子。だから、その、家族の絆とかも描かれつつ、みたいな感じで。まあ、なんなんだ、こう、主人公が成長するっていうよりかは、なんかこう、昼間ゲントによって、周りが成長していく話、みたいな感じでもあるんかな、っていう。うん。なんか、そういう風だったらちょっと新しいような感じがして、なんかすごい楽しみやな。なんか僕は結構その、ウルトラマンに出てくるこう、隊長がメインの回とかが結構好きな話多いんで、まあ今回そんな隊長がもうずっと出てくるわけじゃないですか。ねえ、どういう感じになるんだろうな、これ。なんかこの主人公の設定が多分一番面白いなって思った。でもここはすごい惹かれる部分あるな、ほんまに。なんかあんまりこういうさ、特撮とか見ない人でも、なんかこの設定とかを見せたらなんか見てくれそうな感じがして、ねえ、すごいいいなって思いました。なんか本当に新しい挑戦をするんだなっていうのが、この主人公の設定からすごい感じれていいですよ。はい。はい。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっといろいろあるんで、もう時間がちょっと、あんまり長くなってもあれなんで、まあ、各自で見てほしいです。はい。まあ、ここまで見てきてね、結構、つぶらやさん本気出してきてるなっていう風に、まあ、うすうす感じてたわけなんですけど、まあ、この海外展開も結構ね、マジで本気出してきてるな、この、1週間以内になんか、この吹き替え版とかも、なんか放送、まあ公開化されるみたいで、すごいよね。特にこう、ウルトラマンが人気の地域での展開とかもちゃんとしてるし、これはね、ちょっと、つぶらやプロさんマジで本気出してますよね。ウルトラマンブレザーに。ね。これは、もう、見るっきゃないでしょう。はい、ということで、ウルトラマンブレザーの、まあ、最新情報を見てきたわけなんですけど、いや、これちょっとつぶらやさんマジで本気出してきてるなっていうのを、まあ、読んでて本当に感じた。もう PV もさ、もうめちゃくちゃ気合い入ってたというか、もう映像かっこよくて、まあ、ウルトラマンかっこいい。まあ、主人公の設定もめちゃくちゃ良くて、なおかつ BGM も神っていう、もうこれは本当に神作品になるんじゃない？もうマジで期待してる。まあ、ということでね、まあ、7月8日が楽しみではあるんですけど、まあ、この PV とかね、まあ、情報を見て、まあ、視聴者の皆さんはどう思いましたか？まあ、良ければコメントの方で、まあ、このウルトラマンブレザーの、まあ、PV の感想とか、まあ、こういう話になるんかなっていう考察とか、
ね、コメントで書いていただければちょっとね目を通しておこうかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。ではまたね、ではまたね、まあ別の動画またはウルトラマンブレザーのね感想とかでお会いできたらね嬉しいです。ということでさようなら。いやマジで楽しみだ。